えっと、ちょっと、あのー、ま、あ愚痴っぽくなっちゃうんですけれども、昨日ね、僕、ワクチンを打ってきたんです。あの、コロナのワクチンをね、ファイザーですね、えー、打ってきたんですよ。で、これに関してちょっとお話ししたいなと思っていて、何かっていうとですね、僕、ワクチンを打つの、えっとね、2回目なんですよ。 昨日で2回目なんですよ。で、ちょっと整理するとですね、ワクチンの目的って、基本的には予防じゃないですか。日本にいると、基本的にはワクチンの目的って予防ですよね。まあ、予防以外、別にあんまり何も、あの、ワクチンを打つ理由ってあんまりないですよね。ただですね、海外をこう行ったり来たりしているとですね、ワクチンの目的って、まあ、予防ももちろんあるんですけれども、やっぱりね、パスポートなんですよ。 ワクチンがないと入れない店なんかもうだらけだし、もうほとんどね、あの、わかんない。僕が行ってる海外ではワクチン、バスポートがないと入れないっていうのも当たり前だし、もう要はレストランに入れないっていう。で、ちょっと前、 とかだと、えっとね、あの、劇場にも入れない。劇場のバックヤードに入ろうと思ったら当然ですね、ワクチンを打ってないと、それはもうダメだよっていう話なので、なのでワクチンを打ってないと、仕事になんないんですね。まあ、レストランに入れないぐらいは別に我慢できますけども、あの、劇場に入れないとかなってきたら仕事になんないんですよ。あと、えっ、ー、と、まあ、帰ってきた時に隔離期間どれぐらいだみたいな時、 も、えー、とやっぱワクチン打ってるか打ってないかみたいなことがちょっとこう聞かれたりすると。やっぱそのワクチンの目的ってまあ予防もあるんですけども、こう海外を行ってこいしてるとですね、やっぱパスポート。これがないとやっぱ困るんですよ。僕はもう仕事に、特にエンタメの仕事をもど真ん中でやってますから、ワクチン打ってんのっていうのがもうむちゃくちゃ大事なんですね。なので去年のですね、えっ、ー、と僕結構早い段階でワクチンを打ったんですよ。それアメリカで打ったんですけどっていうのも日本で まだ打てなかったんですよ。なんか順番待ちの時あったじゃないですか。なんか、えー、年配の方からみたいな順番待ちの時があって、日本ではワクチンは打てなかったんで、もうアメリカに行ってですね、アメリカの、えっ、ー、と、ラスベガスの、えっ、ー、と、スーパーでですね、ジョンソンジョンソンっていうワクチンを打ったんですよ。で、このジョンソンジョンソンっていうのが、えー、すごくてですね、ジョンソンジョンソンって、1回で、1発で2回分なんですよ。 打ったっていうカウントになるんですよ。ジョンソンジョンソン打ったよって言ったら、えー、コロナワクチンを2回打ってる人っていう感じでカウントされるんですね。で、えー、なので僕は、えーまあ、海外行くとですね、コロナワクチンを一応2回打ってる人っていう感じなんですよ。で、昨日、えー、日本でですね、あの、ファイザーっていう、えー、ワクチンを打ったので、これ、計、えーまあ、3回打ってるっていうふうにカウントされるはずなんですが、違うんですよ。 日本で、えっと、ジョンソンジョンソンって認可されていないんで、僕がジョンソンジョンソン打ってるんですよ。キングコングにしたジョンソンジョンソン回、海外では2回カウントのジョンソンジョンソン打ってるんですけど、日本ではジョンソンジョンソンは、えっと、認可されてないんで、どういうことになるかっていうと、昨日初めてワクチンを打つやつっていう扱いになるんですよ。なので、えっと、僕、日本ではですね、ワクチンを、えっと、要するに1回しか打ってないっていう、 そういう扱いになるんですね。これ2回打ってたら何かとか3回打ってたら何かとかいろいろちょっと、あの、得点が得点って言うんですかあの、いろんなものが免除されたりするじゃないですか。でも僕は日本では1回しか打ってないっていことになるんですね。ちょっと損した気持ちなんですよ。わかりますかで、これね、悔しいのがね、何が悔しいってね、皆さん。 海外でジョンソンジョンソンを打っていても、日本でワクチンを打ったら、それは日本では1回目とカウントされるので、お気をつけくださいって、ここでアナウンスしてもですね、そんな可能性が残ってる人間、2022年4月現在で、一人もいないんですよ。ほぼ一人もいない。<laughs> そんな、去年、海外でジョンソンジョンソンを打って、で、日本で、えっと、ワクチンを打つっていう可能性が残ってる人、ほぼいないんですよ。つまり、この情報には、何の価値もないっていうことですね。 今僕ダラダラと喋りましたが、このお話、誰の役にも立ってない。誰にも刺さってないですよ。全く無駄な情報なんですよ。僕が結構体を張って手に入れた情報なのにもかかわらず、ここにはもう何の価値もないんです。なので、どこでも喋ることができなくて、でもこの気持ちは成仏させたかったので、オープニングで喋らせていただきました。 もう一度繰り返します。皆さん、海外でジョンソンジョンソンを打っていても、日本でワクチンを打ったら、それは日本では1回目とカウントされるので、お気をつけください。この声は誰に届くんだ西野さんの朝礼、今日もよろしくお願いします。